藤原俊津は、平安時代初期から前期にかけての貴族。藤原指揮家、左大臣、藤原おつぐの次男。下には、十四以上、行武教。天朝年間初頭に抜擢されて、左近証言に任官。天朝七年皇太后宮大臣に転任。翌天朝八年二月に、純奈天皇が皇宮で、極演を開いた際に少女され、十五一下に除釈する。 同年大見健助に任ぜられる。人志王朝に入り、天朝十年十五以上に少女されるが、翌上は元年日中言守に占る。上は五年十二月十二に任じられ、教官に服す。上は九年生五位下、右馬頭に助任。また、同年三月には、牧海市に直を伝えるために、高路館へ派遣されている。翌朝は十年左大臣であった父。 おつぐの知事表定出時に特に十四位下に除せられた。歌唱二年墓会士に直所と大乗官長を渡すために、三位、小野高村らと共に、航路館へ派遣されている。門徳朝前半は右、兵衛ただや行武教を歴任し、忍寿元年には十四位上に除せられている。天安元年、田島守に転じると、 上元元年備前神と門徳長末から生は朝、初頭にかけて地方官を務めたが、いずれも現地に赴任しなかった。上元元年7月13日即居。去年52。最終官位は14位上高備前神。姿形が美しく、心がけも上品であった。名門付記の家柄に生まれ、兄、家糸口の死によって、父、おつぐの後継者となったが、 出世や物欲に無関心で、収集した馬の鑑賞のみを楽しみとして出資しようとしなかった。文徳天皇は彼の陰遁ぶりを南山の原表と表した。孫卑文脈には彼を日本第一夫人名人なりと記している。また、父が混流していた観音寺を完成させたことでも知られている。六国史による、孫卑文脈による、ありがとうございます。